静止画かと思いましたか違うんです。<laughs> <laughs> はい。ということで、どっちありようすえー、今日なんですけど、今日なんですけど、今日は動きます。今日も、今日も動きます。はい。えー、今日はね、あのー、ちょっと、まあ、新年度になりまして、まあ、今年ね、まあ、あ就活生、就活を始めるっていう方、あるいは、もしかしたら、まあ、ああのー、 これから新社会人だっていう方もいらっしゃるかなと思いますから、ちょっとキャリアの話をしようかなと思って、ユニクロの話をね、ちょっと久しぶりにしようかなと思ってます。<laughs> <laughs> はいえ。各有私、えー、新卒で2016年度、えー、新卒ユニクロに入社しまして、えー、約1年ですね、11ヶ月で辞めましたというようなキャリアを持ってますから、まあそのようなところから実際の経験をもとにですね、ちょっとお話できればなというふうに思ってます。 題して、実際ユニクロどうなんあなた、私、おすすめできるかどうかっていう。まあ、そういう話をしようかなというふうに思ってますと。で、最初に言っとくんですけど、あの、すでにね、例えばですけど、ユニクロでこういうことをしたい。こういうことを成し遂げたいんだっていう、なんか意志がある人、目的がある人は、まあ、この動画を見ても意味ないと思うんで、まあ、ここで、えー、見るのやめていただいた方がいいかなと思います。僕が見ていただきたいのは、 なんかこう、で、ユニクロどうなんみたいな。どうなんすかねみたいな。まあ、最悪受かったら行ってもいいなとは思ってる。名も通ってるし、組織大きい大企業ですし、みたいな。なんかそういう方にとって参考になればいいかなというふうに思ってますから、はい、まあそういう感じで前提として最初に言っておきますと。でね、えー、っと、結論、なんかそういう、 なんか、なんだろうな、中途半端な感じでユニクロに行くのは非常におすすめしないですね。非常におすすめしない <laughs>。で、これ、まあ、どの企業もそうじゃないですか、当たり前なんですよ。どの企業も中途半端な気持ちに行くのはおすすめしないですけど、特にユニクロは僕は行かない。そういうんだったら行かない方がいいかなっていうふうに思いますと。で、理由はもう単純で、えっと、正直な話、あの、労働力、 を搾取されてて終わるっていうところですよねそういう意思でいくと結局のところそうなんですよそのねその例えばまあ他の業態とかでいろいろな業態とかってあると思うんですけどユニクロって、まあ、あの基本的原則ですよ今ちょっとどうなのか分かんないですけど基本原則あの新卒の社員でえっと現場から入るんですよ現場の実際の店舗に実店舗に配属されますと で、そこで、まあ、ある程度の実績を残し、店長になり、はい。で、店長としても、まあ、ある程度やり、実績を残した次に、やっとなんかその、キャリアの選択肢が出てくるってことなんですよね。うん。だから、まあ、その先に MD がやりたいのか、マーケティングがやりたいんですか、人事に行きたいんですか、とか。まずは店長になって、そこで結果残してからが、まああ、スタートラインっていう感じなので、あのー、まずは現場でっていうところなんですよね。どんな人も。 どんな人も基本そうです。ただまあ今小耳に挟んだ話だと、今はなんかいきなり店舗に行くだけじゃなくて、いきなりなんか本部のネットのなんか、オンラインのなんか、あの、部署に行くっていう噂もあるんで、まあちょっと全部が全部かわかんないです。今リアルタイムどうなってるのか。ただまあ基本的にはそうですと。ってなるとね、あの本当に現場の仕事って肉体労働です。これ基本。全部。基本そうだと思ってください。 あの人事の人たちとかは、なんか、まあ、いいように言いますね。現場の仕事でもこれだけ、なんか店長に裁量とかがあって、社員に裁量があって、これくらいなんか、クリエイティブな仕事ができますよって言うと思うんですけど、実際そんなことない。なぜなら、まずは、あの、もうマニュアルがですね、1から100まで決まってるんですよ、基本こううこ。こういう時はこうしなさい、こういう時はこうしなさい、こういう時はこうしなさい。もうほぼ決まってる。 だから、社員とかの分際で何か自分の意思を入れてできるのなんて、多分ね、全業務とかの10%もないですよ。ほぼ90、90%は言われた通りやれ。言われた通り効率よくやれ。これですから。そう。だから、あの、必然的にね、そんなで90%マニュアルに載ってるような業務ってことは、言ったら、まあ言ったら機械作業みたいなもんですわ。こうやれば、こうやれ。こうやれば、こうやれこうこう それをじゃあ、いかに効率よくやりますか、いかにスピードを持ってやりますかっていうところが勝負なだけで、やってること自体は全部機械作業というか、で、機械作業ってことは、基本的にえ肉体労働なんですよ。これが。肉体労働です。ここがね、一個のポイントですよ、多分。あの、ま、わかんないです。いろんな大学出てとか、ま、いい大学出てね、えいきなり入ってさせられるのが肉体労働っていうのが、うん、結構僕は、 うん、きついなと思わないですか。スキルとかないんですもん、だって。そのユニクロの現場の仕事で身につく具体的なスキルとかないんですよ。肉体労働なんで。体力なんで。基本。<laughs> そうそうそう。<laughs> ここがね、結構でかいポイントかなと思います。そうそうそう。でもやっぱほんとそうで。で、まあやっぱなんかその、店長になるにもね、これはまあ非常に熾烈な まあ競争率がやっぱ結構すごいので、運もあるし、うん、結構険しい道なんですよね。だから人事の人はすごいそれをこう、店長になって、こんなキラキラしたキャリアが待ってますって言うと思うんですけど、って感じ。<laughs> 騙されちゃいけない。うん、これ、まあ、全体的に言えると思うんですけど、人事の人のことを真に受けちゃダメですよ。多分。うん、本当に。 全部疑ってかかんないと。いいふうに,うに決まってんだから、悪いことなんか言うわけないんで。そうそうそう,そう。だからもうほんと繁忙期なんか本ほんとひどいもんで、ずーっと肉体労働です。基本的に服畳んで物を運んで、レジして、ずーっと立ちっぱで、えー、ずーっと動き回って、うん、帰ったらもうクタクタみたいな。肉体労働なんですよね。これが。そうそうそう。だ,んだけど、まあその会社的には、まあ、それがね、あたかもこう、知的労働かのように。 教えるわけです。教育する。いう感じなんですよね。だから、うん、下手に言っても、本当に、ただただ、労働力を奪われて、で、終わるっていう、うん、感じかなと思います。で、それが別に、あの、ブラックとかではないんですよ。これが、あの、皆さんね、よく、うん、イメージつくことかもわかんないですけど、ブラックってことじゃないですよ。 ちゃんと、まあ、時間も決まってるし、まあ、残業ダメですとか、そういう制度的なところはすごいしっかりしてます。なので、ブラックって言いたいんじゃないのよ、僕は。ブラックって言いたいんじゃなくて、えー、なんて言うんですかね、いい大学、せっかくいいで大学出て、うん、のに、じゃあ急に現場行って肉体労働するのってどうなのしかもそれはなんとなくの気持ちで。かの目的がある人は 頑張れると思うんですけど、まあ、それがなんか非常にでそれって肉体労働なんで大したスキルに,にもならないっていうところかなっていうのがやっぱすごいあってうんだってレジ打ちとかね変な話バ,バイトと同じじゃないですかやってることそれが社,社員がやるんですよ大学出て大学出てまでレジ打ちしてうん,なんかねあんまりうんそんなレジ,レジが早く打てるようになった 服が早く畳めるそんなこと、何の役にも立たないじゃないですか、正直な話 <laughs>。そう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 。ってなところですよね、本当に。あの、労働力だけ搾取されて、何のスキルもつかず終わりますと。で、実際、まあ、じゃあ、例えばですけど、あの、そうやって、じゃ仮に、ね、志高く持って入ってきた人でも、事実として、これ、結構やばいのが、 僕がいた当時を、当初ですよ。僕がいた時ですよ。約4年前、3、4年前。やっぱね、あの、精神を病む人が多いです。これは <laughs>。やっぱね、その、業務量がエグいんで、業務量がエグいんで、本当になんか精神を病む人がやめちゃくちゃ多いですよ、これ。実際のところ。多かったです、僕の周りにも。うん、僕の先輩とかも結構そういう感じだったし、 1> 僕1個上の先輩かなとかもそうだったしそのんだ店長とかでもやっぱ業務量がえぐいからね業務量とまあいろんなプレッシャーとかいろいろあってやっぱね一回休職するっていうパターンめっちゃ多いザラ精神病んで休職するだからまあなんか本んに何て言うんですかねそんなんでさ例えばなんとなくで入って精神病んでねで労働力だけ搾取されて 結局のとこ、ろ何のスキルも使わず、会社辞めましたなんて言ったら、すごい、あの、悲惨じゃないですか。っていうところですよね。うん。多いんで、やっぱり。だからね、だから多分なんか真面目な人ほども多分そういう風になりやすいんかもわかんないんですけどね、環境的に。自分の責任だっていう風に背負い込んじゃう人は。僕なんかだからもうそうなる前もとっとと辞めたんですけど、でも本当それで正解だなと思って。 なんとなくで入ったら、結局そういうところです。だからなんか、ユニクロで学んだことって、まあたくさんあるんですけど、あるんですけど、じゃその学んだことって、じゃ社員として学ばなくても、じゃバイトとしてでも学べるし、どちらかというと社員として入った身からすると、反面教師の方がでかいっていう感じ。<laughs> そうそうそう <laughs>、うん。まあ上司の人とかすごいいい人だったんですけど、でもまあ客観的に評価したときに、 まあやめてるんでね僕ね本当にいい職場だったらやめてないと思うんでいい職場っていうかまあいい会社だ会社自体はまあ僕も合わなかったっていうのはあるんですけどでもまあそういう感じかなと思いますはいでなのでキャリアも、えー、店長になれず、えーえー、ずっと現場にいたらずっとそういうことを万年させられて、えー、でそのネクタイロードなんで きついですよ重い段ボール運んだりこんなことし,しなきゃいけないんでねじゃあそういうのをね3040になってもでもずっとやってんのっていうずっとレジ打ってんのとずっと物運んでんの服畳んでんのきついじゃないですかそれそうそうそうそ主婦さんがやってるパートとかとはわけ違うじゃないですかやっぱりその正社員とかで入るっていうふうになるとでねこれからどんどんねユニクロはもうあの無人レジね自動のレジ導入してますはい あの人どんどんいらなくなってきます。ってなってきたときに、急にね、ポーンと、あなたいりませんって。まあ、日本なんであんまそういうことはないかもしれないですけど、でもなんかね、精神なり心身、体を痛めたり病んだりし、壊したり、故障し,たしちゃったときに、じゃあ何自分できんだろうってなったら、なんもないっていうふうな状況にもなりかねないと思うんでね。なんかそこはよく考えた方がいいのかなっていうか、僕はリアルなところかなと。 別に僕ユニクロのこと嫌いでもとか、恨みとかないけど、本当に客観的に話すとそういうところなので、うん。まあ今っていうリアルタイムはわかんないです、僕も。ただまあそんな変わってないと思うんで <laughs>。はい、そんな感じでございます。まああくまで参考にしてみたらいいかなと思うんで。はい、では。